ああ、竹下君ちょっといいかな。何ですか。分かりやすいよね。何がですか。地震出てくるとさ、ゆっくりになるじゃん。そうですか。そうだね。地震ないと急ぐよね。そうですか。だいたい分かるよね。ゆっくり引き出すと自信あるときだよね。そうですか。すごくよく分かりやすいよね。さっき聞いてみたけど、ちょっとまだおかしいよ。自分でも分かってるでしょ。分かってますね。たださ、急にどうこうなる話じゃないから、今日あんまり頑張りすぎて明日のレッスンの時にヘロヘロにならないようにしてね。頼むよ。ああ大丈夫です大丈夫です、大丈夫です大丈夫ですっつって指から血流しながらさ、レッスンルームに来てさ、なんかもう痛々しい感じになってるじゃん、よく。そうですか。そうだから言ってるんだよ。学会でさ、手血まみれになったりしてるじゃん。ああいうのってさ、やっぱりさ、一般の人から見るとギター弾くのってそんなに大変なのって思われちゃうわけね。そんなさ、親指にテープ巻いてさ、アルペジオ弾いてるよ、そんな人いないから。そうですか。気合と根性ですよね。それはわかるんだ、それはわかる。君の言いたいことはよくわかるけど、君気合と根性ありすぎなんだよ。もっと楽な感じでやらないとさ、なんかムーンリバーがなんかプラトーンみたいになっちゃってる。わかる、プラトーン、あの戦争の映画ね。あのムーンリバーのとこがさ、なんかこうオードリーの感じじゃないんだよね。僕一応チンチンついてるんで、で切ったらいいと思うよ切っちゃいなよ、どうせちっちゃいんです、ポークビッツだし。でそれはできないですね、一応おしっこできなくなるんで。もう使わないでしょ、立たないでしょ。いやたまに立ちます、ね、本当そんなんだから彼女できないんだよ。で別にいらないですよ。いや欲しいでしょ。なんとなく気になる子はいますけどね。でもギターさんも好きですね。だからいつまでたってもさ、恋の歌はさ、ちゃんと歌えないわけね。だからダメなわけよ。ちゃんと恋してないとダメなわけね、ギタリストは。わかる。だからさ、僕にちゃんとさ、奥さんがさできるのはさ、やっぱりこうなん男性フォーマルみたいな、フォーマルみたいなのが出てるから。君全然出てないもん。なんかそうっすか。そうだね、なんかギターサイボーグみたいになってるよね。そうっすか。そんな血まみれになるまでスケール練習したらさ、12平均率が泣くよね。いやそんなことないと思いますよ。練習不足だって自分と思ってますいや世界一練習してると思うよ君。そうですか。多分ね、多分世界一だと思うよ、練習量はね。でも違うことにも時間費やした方がいいよ。ああなるほどですね。とにかくさ、明日は明日でさ、俺も貴重な時間割いてレッスンするわけだから、ある程度まとめてよね。もういい加減、簡単な曲でしょ。いや簡単だからこそ難しいんですよね。だからそんなこと分かって、世界中のみんなが苦しんでる難しい曲なんだから、君ちゃんとやってね。分かってる。分かってます、分かってます。ただ流血とかするまでやらないでね。分かりました、ほどほどにします。分かってるんだね。なんかゆっくりになってきたから、上向きになってるんだなっていう感じで、いいんじゃないのかな。じゃあそういうことで、適当にやっといて、適当に、適当にね。はい、わかりました。じゃあ失礼します。